はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴシティの沼地のポリスステーション60069です。中には部品の袋が8つ、パーツは707個です。シールシートが1枚、そして説明書が6冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。
い、完成です。まずはミニフィグです。1人目は女性警察官です。警察の制服を着てますね。2人目はサングラスをかけた警察官です。服装は同じでウェスタンハットをかぶってます。3人目はヒゲ面の警察官です。さっきの2人とは違ってベストを着てません。4人目はボートに乗ってる警察官です。ライフジャケットをつけてます。5人目は武将ヒゲの泥棒です。囚人服を着ててニット帽をかぶってます。最後6人目は泥棒の女性です。この人も囚人服を着てます。次に動物です。まずは沼地らしいワニですね。頭と尻尾を動かすことができます。次に警察犬です。稼働する部分はありません。続いてヘビです。赤いヘビですね。ちなみに予備パーツも含めると3匹入ってます。続いて車両です。このセットには 4WD オフロードカーとバイクの2つの車両がついてます。まずは 4WD オフロードカーです。これはかっこいいですね。全長は13センチ、横幅はボディが6ブロック分あります。特にこのフロント部分がかっこいいですね。バンパー類はしっかりしててライトがたくさんついてます。グリルもありますね。でボンネットも盛り上がってるような感じになってます。タイヤもしっかりとしたのがついてますし、ボディが紺色と白で落ち着いてるのでどこか力強い雰囲気が漂ってますよね。で実はこの車ルーフがついてません。これは珍しいですよね。中には運転席ともう一つ座席があって2人乗りになってます。やっぱりルーフがついてない分ミニフィグは乗せやすいですね。車両のサイドに無線機と手錠がついてます。また後ろにはちょっとしたスペースの荷室がついてます。特に入れるものはついてないんですけど、例えばさっきの警察犬を入れてあげてこのまま運んでもいいですね。やっぱり動かした方がよりかっこいいですね。次にバイクです。形はオフロードバイクですね。このまま自立することもできるんですけど、下に支えがあるのでこれを使えばこうやって斜めに置くこともできます。またヘルメットがついてるのでこんな感じで乗せることもできます。かっこいいですね。続いて船です。左側が警察のパトロールボートで、右側が泥棒のエアボートです。まずはパトロールボートです。全体的に装備が充実してますね。先端にサーチライトがついてて結構自由に動かすことができます。残念ながらミニフィグに持たせることはできないんですけど、こうやって後ろに立たせておくだけでそれっぽく見えますよね。この船も座席が2つついてるのでこんな感じで2人乗せることが可能です。蛍光灯も青や緑、赤がついてて綺麗ですね。さらにアンテナやレーダー、スピーカーもついてますし、サイドには無線機もついてます。このボートには大きなエンジンが2つついてます。噴射口も全部で4つありますね。かなり速そうです。続いて泥棒のエアボートです。さっきの警察のボートよりも大きなエンジンを積んでますね。また後ろにはプロペラがついててこんな風に回すことができます。操縦席に乗せるとこんな感じです。座席は1つしかありません。ただボートの前には小型の斧やバール、そして札束の入ったリュックサックがついてます。先端にフックがある鎖もついてます。それから上景セットです。ここは泥棒が盗んだものを隠している場所になります。タイヤのクッションがあるのでさっきのエアボートを接岸することができますね。で盗んだものはこの部分を回すことで出し入れすることができます。よくできてますよね。それと沼地なので植物がいくつか生えてますね。でこの背の低い植物の上についてる白い部分、花なのか何なのかちょっとよく分かりませんけど、これは蓄光ブロックになってます。なので電気を消すとこんな感じで光ります。そして沼地のポリステーションです。このポリスステーション自体に使ってるパーツ数はそんなに多くはないんですけど、横幅が45センチもあるので結構大きいですね。
右側がポリスステーション本部で、左側が官房エリアになってます。さっき出てきたタイヤのクッションがこちら側とこちら側にずらっと並んでます。なので官房の周りはぐるっと沼地みたいですね。ということで、ここにワニがいたとしたら確かに脱走はしにくいですね。もちろんこの間はさっきのパトロールボートが通れる幅と高さになってます。こうやって動かせるのは楽しいですね。ちなみにこちら側につけることもできますし、広いこっち側につけてもいいですね。そして本部の下はさっきのポリスオフロードカーの駐車場になってます。これもちゃんと幅も高さも綺麗に入るように作られてます。後ろから見ると分かりますけど、結構幅に余裕があるので、ここにはさっきのバイクを止めておくといいですね。2階本部には正面階段を使って行くことができます。2階部分はこの手すりの雰囲気がいいですね。建物に合わせた部分もありますし、白く抜いてる部分もあって、全体的にどこかおしゃれな感じがします。ちなみに奥には無線機と懐中電灯、そして手錠がついてて、手前側のこの出っ張りの部分にはさっきのヘルメットをつけておくことができます。本部は外装材がいいですよね。こっち側だけではなくてこっち側も囲んでます。ちなみにポリスの表示と同じ色ですね。入り口はここで、こんな風に開けることができます。中はそんなに広くはないですね。手前にはコーヒーメーカーがあって、奥には扇風機もあります。ファンを回すこともできるんですけど、こうやって首を振らせることも可能です。で、その前にはパソコンみたいなものもありますね。もちろんここに警察官を座らせることができます。で、本部から官房エリアに行くときに使うのがこの渡り廊下です。渡り廊下はブロック4つ分の幅があるんですけど、実際は手すりが両サイドにあるので、渡ることができるのは2つ分だけです。なのでこんな風にいっぱい手に持たせてる状態だと、このまま渡ることができません。ということで、手に持たせたままならこんな風に横歩きさせるしかなさそうです。それでは官房エリアに突入です。官房の入り口は1階です。なので中に入るためには階段を使って1階まで行く必要があります。で、扉をこんな感じで開けることができます。中にはこっち側にベッドとコップ置き場があって、こちら側には水道とトイレがあります。なので結構充実した官房だと思います。で、レゴの牢屋といえば脱走ですよね。脱走方法には2つあります。1つ目は泥棒のエアボートについてるフック付きの鎖を使います。フックをここの鉄格子に引っ掛けて、このまま前に進ませると、こんな風に鉄格子を外すことができます。あとはここから逃げ出すことができますね。そしてもう一つは、これまた泥棒のボートについてるバールを使います。官房の屋根をこんな風に開けることができるようになっているので、さっきのバールを使ってこうやって開けることが可能です。開けたらそのバールを支えにして、こうやって出ることができますね。このセットのパーツは全部で707個です。以上、レゴシティの沼地のポリステーション60069を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。